ノープランで沖縄まで来ちゃいました。おはようございます。沖縄だよ今。めちゃめちゃ暑いよ、はいはい、めちゃめちゃ暑い。あっち29度だって。29度。どうしよっかな。歩いてどっか行く？いや、着いたよ。今着いた。暑いね。はい、みんなまた着いたよ。とりあえず明日テルと合流するから、それまでは暇です。ホテルは取ってない。何にも考えないで来た。一番前のめりに早く一番来たね。どこ行けばいいんだろう。今空港なんだけど誰も合流しないよ。暇人。いや、着いたよ。ブルースユリーさん、アイテムありがとう。サンキュー。沖縄詳しい人いる？いや、かゆいね。沖縄詳しい人誰かいる？地元の人とか。これどこに向かったらいいのか、何をしたらいいのか全然わかんないんだけど、どうしよっか。とりあえず腹減った。寝起きでそのまま急いで空港来たから、僕の感覚では沖縄来たって感じじゃなくて寝起きだって感じです。飛行ギリ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 だった。バカありがとう。国際通り、これタバコ吸おうか。とりあえずタバコ吸おう。こんばんは、楽しんでって。俺何回目だろう沖縄。何回目だろうな。多分4回目。俺の中では2回目なんだよね。記憶があるの1回しかないから。あ、いえいえ、起こしてくれてありがとう。のびさんこんばんは。ココタポさんって誰？沖縄ポリスはガチってどういうこと？沖縄着いたよ。北海道行く、北海道行くっつって結局沖縄になるっていうね。若造いらっしゃい。結局こうなるっていうね。トムは、トム会う予定はないけど、トムがいいよって言うんだったら行くけど。楽しみはありがとう。みんなで一緒に楽しもう。とりあえず何やろうかな。はい、さーい。あ、ありがとう。沖縄にリスナーいっぱいいたんだけどね。最近いないわな。ラスタマンって何？ヒカル君は、あれだって言ってたよ。屋久島が先でしょ？今のところ考えてない。ノープラン。それがね、俺、所持金が全然ないんだよね、今。金がない。ソーキそばが、沖縄そばだね。塩と、ラフテーが乗って、独特のそばだ。どうしようかね。新婚旅行沖縄だったんだ。俺ばあちゃんが沖縄の人だから、与那国の人だから、年越しそば全部ソーキそば。沖縄いるよ今。とりあえず歩くか。
とりあえず寝起きだね、俺は。だって半分沖縄の血入ってんの。今空港っす。那覇空港っす。で、どうしようかなと思って枠開いたの。グアバジュースね。あ、ゲストハウスどっかファンなら教えてほしいかも。沖縄沖縄着いたよ。とりあえず風呂入りたい俺。モノレールあんの？じゃあモノレール乗ろうか。モノレール乗り場どこなんだろう。宿決まってないよ。俺が来た時モノレールなかったからさ。はい、ブロックでーす。さよなら。はい、江戸川コナンブロックでーす。目の前にある。じいちゃんのお墓参りも行こうか。飽きられてたら250人も人来ねえわ、バーカ。モノレールは2階空港の。じゃあモノレール乗ろうか。はい、おなつさんはどっち。そうだね、ニヤニヤするって感じだな。ニヤニヤするよね。旅、冒険の匂いをする。じゃあモノレールなるものに乗りましょうか。ん？いや、モノレールないけど、出発ロビーしかないけど。あった。モノレールって書いてあるわ。冒険楽しむよ。一緒に楽しもう。一人だよ。うん、今はあの空港にいる。那覇空港。とりあえず国際通りか。初見さん楽しんでってください。コメントありがとう。もしよかったらフォローしてください。空港、そうだね。あとあの飛行機のエネルギーね。こうっていうのね。これは飛べるっていう確信。このエネルギーなら飛べるっていう。フォローありがとう、くれないさん。こんばんはね。思ってるよりも湿度が高くて暑いね。29度。空港空港。沖縄ね、俺の配信見て行くか行かないか決めればいいじゃん。安かったよ。片道だって1万1000円かな。片道1万1000円で沖縄来れる時代だぜ。すごい時代だよ。人全然少ない。で、現地の人ばっかりだね。泳ぐでしょ。泳ぐどころがないよ。俺、出ると、あの、青の洞窟行くから。格安航空。スターマークかな。ジェットスターじゃない。スターマークか、なんか。安いよね。帰りの切符も取ってないから、もしかしたら永住するかもしれないな。梅雨明けしちゃって。焼けるぜ。予算とか決めてないね。全然。何にも決めてなくて寝起きできた感じ。そのまま寝起きできた。永住したら廃人になる。俺フラーの血が流れてるから。フラーの血っていうかフラーだから俺。那覇空港だよ。ゲストハウス情報ツイッターやってないので DM 送れないのでググってみてください。たくさん出てきます。ああ、じゃあなんか適当に検索するわ。4名。明日テルと合流か。
さて、お、これが那覇空港駅か。これがじいちゃんが作ったあれか、モノレールか。じいちゃんが作った箱棒だ。今どこだ。何駅に降りればいいの。今那覇空港駅だから、国際通り駅。何駅だろう。駅の名前わかんねえな。これ免許持ってない。安っ。え、何駅に降りればいいんだ。わかんねえな。見えます、見えます。誰かわかる。マキシ、マキシに降りればいいの。マキシで OK。 国際通りマキシで OK。 あ、フォロー大歓迎です。じゃあマキシ行こうか。マキシ、ん、検証前有利。全然違うじゃん。みんなどこ行けばいいの。アサトって呼ぶんだ。アサト検証前どれ。マキシで合ってる。じゃあマキシ行くよ。マキシ行くよ。バラバラだけどマキシ行くね。マキシが多いから今。暑い。マキシが無難。国際通りのどこか。でも歩いて行ける距離でしょ。全部こんなでかい町じゃないでしょ。暑い。29度でサウナみたい。もう汗だくだく。入り口なら検証前。検証前にしようか。検証前にしよう。店長前で OK。 なんか300円でマキシも買っちゃったよ。暑いよ。汗が止まらん。店長前で OK。どうすればいいんだ。みんな言ってることがバラバラだ。愛犬さんばっかりだな。じゃあ、ブラブラ歩ける。どうしようかな。じゃあ、あれ、切符はどうやって入れるんだ。あ、こちら、はい、そうですね。ダウンタウン。あ、ホテル、宿泊先のホテル。これバーコード、切符バーコード制なんだ。意味が分かんなかった。切符がバーコード制だわ。すごくない？どうやって入るんだと思った。バーコードだって。いや今びっくりした。どうやって入るんだ、どうやって入るんだと思った。沖縄いるよ。バーコードなんだ。まったり行こう。まったり行きましょう。せっかあるよ。持ってきてるよ。あっち。ジーパンが蒸れる。沖縄に今那覇空港で、これからあの国際通り行く。親戚はお店やってんだ。いや、どうも、なんか久々だから、なんかその辺の公園で寝ようかなと思ってんだけど、海辺で寝ようかなと思ってんだけど、無謀かな。無謀かな。すごい汗がじゅわーってくる。すごいね。いくらぐらいなのかな。4べ大体ドミトリ。お、いいね。人間の卵、ありがとう。アイテム
や行動あるのみでしょ。蚊か、うん、寝起き寝起き、風呂入ってないから風呂入りたいんだよ俺。寝起きでバーってやべえ遅刻だと思ってバーって移動したから、結構あれだな、空港着いてから時間かかるから1時間前に行かないとダメだね俺。羽田空港着いたの15分前で怒られちゃったよ、搭乗の時に。もうチケットで無理ですよつって。1500円とか2000円なんだ。風呂入りてえな。宿の予約なしとか旅人って感じでしょ。別にいいんだよ、海辺でビール飲んでて語ってても面白いじゃん。朝まで朝まで海辺で語るのもいいじゃん、うん、今から沖縄つうか沖縄ナウだね今沖縄だね。那覇空港駅、那覇空港駅、ナウですよ。ね、テルと話してんのは明日テルと合流するんだけど、もう全部行こうって全部回ろうって言って、もうとにかく俺らバカンスを楽しむって決めてる。全部行く。ユイモールっていうのこれ。ユイマールじゃないんだ、ユイモール。まずまず那覇空港って見えるでしょ。ナハエアポートって書いてある。来た。あ、本当だ。ユイレールって書いてある。ユイレール。じゃあ乗ります。ユイレール。人生初ユイレール。もうすげえ。こんな感じなんだ。すげえすげえ。アロハなんだけど車掌さんアロハなんだけど、すげえな、沖縄だな、すごいな。電車じゃない、モノレール。清掃なんだ、汗すごいな。ソープそばはね、ばあちゃんのソープそばうまかったからあんまりこっちで、まあ一回食べるけどあんまり期待しない。ハンバーガーとかアメリカ系のものはこっちで食おうと思ってるけど、小渕駅、いや今ね、なんとか駅行くよ、あの国際通りのところ行く。なんか美味しいの教えてみんな。何年ぶりだろう、ストン兄ちゃんが死んでからだから中学2年、14歳の時に兄ちゃん死んで、14歳でしょ、18年ぶりかな、18年ぶり。ルートビア好きだよ、大好き。ミヤドス来てよ、なんか紹介してよ。スケーキって言うから俺今金ねえんだよ、手持ち3000円しかねえから。ステッカーを売りながらちょっと分子券を稼いでいこうかな。
じゃあ俺半分沖縄の血入ってんの。住んではない。じゃあ俺ばあちゃんが夜中にだし、やっていうか沖縄の人だったら俺のじいさんが知らない人いない。そういうイメージ。まだあるよ。はい、でもありがとう。次の電車駅は赤峰です。赤峰です。半分ね。西目順次、俺のじいちゃんの名前西目順次。そういうこと。本当だよ。びっくりするでしょ。なんとなく顔すっごいじゃん。メカテの子供だからね。本当だ。最近ユキやってるし、ユキか3期かやってるし、やばい。沖縄の人しか分かんないけどね。どうする？
何駅で降りるの？どうしようか。今から国際通りに行くよ。これはどっちに？カフェプレゼントで、バーバーだけど、このバグ。カフェがバーバーになってんだけど。そう、テレサンティックは明日合流。次の停車駅は大山公園。大山公園です。じゃあ、よし停車駅は大山公園。どうもどうも。沖縄ナウ。
そうそう、国際通り。ブルーシーライスで新宿の近所の沖縄のお店で売ってる家の前で。1000円ぐらいだよ。あ、でもコンビニ払いでバッと払ってたから1万2000円ぐらいか。海は歩いて行けんじゃないの。時間たっぷりあるからゆっくりいろいろ見てこうよ。空港で買ってないね。すげえな、こういう仕組みなんだね。さて、どっちだ。こんな感じなんだ。改札にシーサーいる？耐えてる感じではねえな。
はい、ワード2、ユッピーいらっしゃい。誰か歌ってる。歩くといける？とりあえず風呂と飯かな。多分うめえな。俺もユイレール初めてだね。ユーは何しに沖縄へ。沖縄が本当にあるかどうか確かめに来たんだよ。歌うまいくね。ミュージシャン歌うますぎるぞ。誰も見てないの。めちゃめちゃうまいのに。こんなうめえのに誰も見てねえ。ありえねえよ。めちゃめちゃうまいから。今日どこに泊まるか全然決めてないけど、どっち行けばいいんだろう。いや初じゃないよ。まあほぼ初に近いかな。どこ行けばいいんだろう。 RBC の方向かえばいいのかな。どこ向かえばいいんだろう。どこ行けばいい。那覇市。いや会えるんだったら今来ればいいじゃん。いつ来るかわかんない。俺旅人だから、うん、タイミング今会わなきゃって思ったら今だよ。ワード会ってみてえわみたいな。別に会うだけでいいんだからさ。今はじゃあ県庁前、県庁前駅。発砲すいてえな。県庁前。周り、後ろがなんか無印とかのなんかスーパーみたいなやつ。国際通りに行こうと思ってて。どうすればいいんだろう。後ろがなんかスーパーだ。無印とか入ってるスーパー。右？ OK。右行くよ。国際通り行くか。うわ、暑い。ビジョン？ビジョン、ホテルが目の前にあるね。ビジョンっていうか、あの、RBC が後ろにあるよ。RBC が後ろ。お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前、バッドボタン押してんだよ、もう。